満州国の地方行政区画。満州国の地方行政区画では、1931年、大同元年から1945年、安則12年にかけて存在した満州国の地方行政区画について外説する。満州国建国当初は、商工所管制に基づき国務院民政部により、管轄される、証券制度と公安局管制及び、 公安各省公所管制に基づき国務院、公安局1932年に公安総所1934年に毛政部と解消により管轄されるモンゴル族の遊牧地を中心とした地域に対する正規制度に2系統が存在した。この他に特別区、特別市の行政区画が存在していた。満州国の地方行政管理機構は大きく4回にわたり、 調整が行われている。1932年、大同元年3月9日に交付された国務院各部官制により、国務院の下部に民政部が設置され、民政部地方支により、地方行政、自治行政等を担当し、公安省以外の地方行政組織の監督を行っていた。1937年、安則4年になると、 南満州鉄道付属地が日本から返還され、同時に中央と地方の関係強化のため民政局を廃止し、新たに内務局を設置し、地方行政管理を担当した。1940年、安則7年7月1日、満州国は国務院内務局を廃止、総務庁に地方どころを新設した。1945年、安則12年5月、 戦時体制を遂行するために総務庁の機構整理が実施され、地方どころ、企画どころ、統計どころを統合し計画局を新設、地方行政業務の統合と効率化が図られた。モンゴル族を中心とする遊牧地区に対して満州国は特殊行政区として公安省を設置した。1932年大同元年3月9日に交付した。 公安局官制により公安局が省内の及びモンゴル機の行政事務を活すると定められ、国務院内に公安局同年8月3日に公安総書と会唱が設置され、公安省内の一般行政業務以外に保護作ろう賛成のモンゴル族の14機の政務を担当した。公安局は国務総理の政務を補佐する形式で行政監督を行い公安局総理が 局内行政を担当するとともに、各文省庁を監督していた。1934年、安則元年12月1日、公安総書は、毛政部と解消され、各大臣の指揮を受けることない民政部と同級の官庁に改編。1937年、安則四年7月1日には、地方統治の強化を目的に、毛政部を廃止、国務院内に、 公安局を新設している。1932年、大同元年3月9日、満州国は、商工所管制を交付し、中華民国時代の省政府を商工所に改編、満州国政府と、県機構所の中間行政機関と定められ、国務総理及び、各部総長の監督の下各種法令の執行、省内行政事務の処理、 省内管理の人事効果を行うものと規定され、法典省庁には民政部総長の増式武氏、吉林省庁には財政部総長の広市広市、国立工省庁には軍令部総長の和仙山がそれぞれ任命された。この時期の省庁は、刑事は各省に駐留、毎週木曜日に新京特別市で開催される国務委員会議に参加していい。 1933年、大同2年3月に日本軍が熱火地方を占領すると5月3日に熱火城が新設されている、兵一、1。9 3 4年、安則元年10月11日、非属取締り及び国防強化を目的に新たな商工所管制を交付、地方行政制度の改革を実施した。改革では商工所の地位は、 国務総理の監督から外され、民政部大臣の監督のもとに、各種法令の執行、省内行政事務の処理を行うものとその地位が、下げられている。また、省庁の権限弱体化による、中央集権体制の強化を目的に、各部総長が省庁を兼任する方式を改め、12月1日に、新たな省庁を任命すると同時に、熱化省を含む東北4省を分割、公典、 キツリン、リュ金州、安ネッカ、三ンマジマ、ミツエ、黒川の重傷に改変し、新代より続く伝統的な地方行政区分の見直しが行われた。その後も、経済的、軍事的理由により頻繁な行政区画の変更が行われ、1937年、安の4年7月7日には朝鮮国境沿いの治安強化を目的に、 安藤省東部に通過省を、貧困省東部に、ボタン港省、また、ソ連からの防衛を目的に1939年、安則6年6月1日に、北部国境地帯に北安省、東安省が、1941年、安則8年7月1日に、食料増産のための農地開発を目的に、紙平省が設置されている。1941年、 安則8年8月段階で満州国には最大19の省が設置された表に、このほか経済的、軍事的な理由により特殊調整も実施されている。1934年安則元年12月1日に設置された黒川省は満州国北端に位置しまた人口規迫な経済的に遅れた地域であったため、1937年、 安典4年12月1日、満州国政府は黒川省官制を交付、黒川省を特別省に指定し県政を施行しないことを定めた。その後ソ連との軍事的緊張の高まりより1943年、安典10年1月1日、黒川省官制は廃止となり、多少同等の行政区画に改変されている。また1943年、 安典10年10月1日には、戦時経済体制の強化を目的に、ボタン校、マジマ、東安の三省を総括する東安総省を設置、廃止となった、母体交渉を除くマジマ、東安両省の上位行政組織が成立した。東安総省は1945年、安典12年6月1日に廃止となり、マジマ省と、 旧東安省とボタン交渉を統合した東満省が成立している。1932年、大道元年3月10日、満州国政府は、長春を首都とすることを宣言。近壁東を、長春特別市市長に任命。3月14日には、長春を新京と、改省。8月17日には、特別市政及び、特別市官制を交付。翌年四月十九日に、 新京特別市が誕生した。これとは別に1933年、大同2年7月1日、北満特別区の満州国返還に伴い、ハルビン特別市が設置され、国務院直轄とされたが、1937年、安堀4年7月1日に普通市に降格し、貧困省に移管されている。満州国成立以前、中華民国時代でも、各省の都市部で、 市政施行のための準備が行われていた。満州国政府も都市部への市政導入を図り、1936年、安則3年4月1日に、市政及び市管制を交付、法典、吉林、再々工事を普通市と定めた。普通市でも管轄区域内の一般行政事務、調整事務を行い、職責においては特別市と同様であったが、 国務院直轄でなく小政府の監督を受ける点で、異な、いた。1937年、安森4年12月1日、南満州鉄道付属地の満州国への返還に、伴い付属地内の安山、武順、療陽、栄光、鉄霊、紙幣外、1941年に紙幣と解消、金州、安藤、柿子こ,こ、ボタン港の重視が、新たに指定。 1939年、安典6年11月1日には、本慶市。1940年、安典7年1月1日には、不審氏。5月1日には、海へしゃげしかし。1941年、安典8年1月4日には、満州里市。1942年、安典9年1月1日には、高州令、通貨の西。1943年、 安則10年4月1日には、真島市と満州国末期までに23市が設置された、共産。満州国建国当初、中華民国東省特別行政区の制度はそのまま維持され、国務総理の監督のもとに、長官公所が設置され、特別区内の一般行政事務を担当した。百三十三年、大同二年六月一日、中東鉄道は、 北満鉄道と解消。7月1日に、東省特別行政区は、北満特別区と解消された。1934年、安則元年3月23日、北満鉄路全線の利権が、ソ連より満州国に売却。翌年1月1日に、北満特別区の廃止が宣言され、管轄区域は、最寄りの試験に分割移管されている。 これ以外にも1932年、大道元年に、吉林省延吉地区に、真島特別区の設置が検討されたが、実際に設置までに至っていない。1932年、大道元年7月5日、満州国政府は、県管制及び、自治県制を交付、中華民国時代の県知事を県庁と解消、また、日本人による、県参事官。 自治指導員により解消就任が可能とされた。自治県政では県に自治委員会を設置し、県予算の編成、条例の制定及び廃止、県債募集等は自治委員会による認可が必要とすると規定されている。1933年、大同2年10月1日、満州国政府は中華民国が設置した設置局を全て県としている。 満州国建国当初は建国に反対する勢力を鎮圧する目的で北満地区では歩行制度が実施され治安回復が図られた。1933年大道2年12月20日に交付された残行歩行法では10一 1π、10π を1項とし各警察署管轄区域内の項を保とし、イには、廃長、校には、制服校長、保には、 制服補助が設置され連座制が施行された。これとは別に、南万地区では村賃制度が採用されている。農村地区の行政管理強化のため、1937年、安森4年12月1日の直令第412号と第415号により、日本の町村制度を参考に、外村制度が実施され、町制及び、 村制の規定に従い県公所所在地及び口、密集地域に待ち、その他の地域には村が設置された。外庁及び村長は県公所より派遣され、満州国の中央集権的な地方制度が一応の完成を見ることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。